いかがなさいます、綱手様。2年前、チライヤは、次に暁がナルトを狙うのは、3、4年後だろうという情報をつかんでいた。あれから2年が経ち、そろそろ暁の奴らも、動きが活発になる頃だ。では、その役目を。最近のお前の成長ぶりには、目を見張るものがあると思ってな。白磁己の能力を存分に発揮し、任務を遂行せよ。久しぶり、さくらちゃん。私より背高くなったんじゃない？どう？私、少しは女らしく。大丈夫、全然変わってないってばよ。お前は女心注文が分かっとらんの？ナルトの兄ちゃん、どうだこれ、かなりのボッキュッポンだろ。このハマル、俺ってばもうガキじゃないんだ。お前もそんな術をやってるようじゃダメだってばよ。そうだよね、成長したのは見た目だけじゃないよね。なんか少し寂しい気もするけど、立派になったね、ナルト。あんたのことだから、きっとすごい術身につけて帰ってきたんだろうな。そんな術では生ぬるいってばよ。見よ、新開発した俺の新エロ忍術。そうそう、新エロ忍術とか。あの切れ具合とあの怪力、まるで綱で2世じゃの。やっぱさくらちゃん変わってない。つうか前より凶暴になった気が。任務エリアをタップして自動的に任務のターゲットを追跡できます。久しぶりだな、二人とも。おお、綱手のばあちゃん、俺たち帰ってきたぜ。そろそろ頃合いかと思っての。ちょうど人手が必要だったところだ。では早速、成果を見せてもらおう。いつまで待たせる気だよ。ま、昔からだけどね。まったくうるさい。ちょっとは進歩してほしいってばよ。よく考えれば。
諦めねえど根性だ。諦めねえど根性だ。任務を装備して、任務を装備して、仲間のレベルを上げて早く一緒に戦おう。いやー、悪い悪い、実はここに来る途中でおばあさんが困って。はい、それ嘘、変わってない。やっぱもう同じ手は通用しないか。新しい仲間だ、早く見に行こう。新しい仲間だ、早く見に行こう。仲間のレベルを上げて、仲間のレベルを上げて、一緒に戦おう。なんか懐かしいってばよ、ここ。ああ、そういや、ここはお前たちの最初の演習場所だったっけな。第7班スリーマンセルか。あの時はサスケもいたっけな。サスケの名前はこいつらには禁句だな。ま、どれだけ成長したのか見てやる。ルールは初めてお前たちと会った時と同じ。どんな手を使ってもいいから俺から鈴を取ればいい。期限は明日の日の出までだ。さて、始めますか。絶対火影になってやる。見てろよ。諦めねえど根性だ。任務を装備して。諦めねえど根性だ。任務を装備して、任務を装備して、仲間を早く見に行こう。